隣にカップルがいてですね、やたら気になるんですよ。まあ、もうそれだけでイラッとしてですね、本当に説教しようかというか、お前ら喋りたいんだったら喋れと。俺たちの知り合いかな？先週はですね、僕はコロナにかかってしまってですね、ちょっと動けないというか、まあ、熱はすぐ下がったんですけどもですね、自宅療養期間というか、まあ、隔離期間ですよね。それがあるんでですね、一切配信とかできなかったんですよね。現在ですね、今日は8月25日なんですね、これ撮っても8月25日でですね、もう本当に自宅でのですね、療養期間終わって、外に出てですね、もう何してもいいんですけども、まだね、匂いが戻ってこないんですよね。コロナになった時に熱が上がった直後ぐらいから、味と匂いがしなくなってですね、味の方は1日2日で戻ってきたんですけど、匂いがまだしなくてですね、いや、匂いしないとご飯美味しくないんですよね。ということでですね、まあ、1週間、2週間ぐらいで匂いも返ってくる場合が多いそうなんで、あんまり心配してないんですけども、ちょっとご飯の話をしようと思いましてですね、まあ、コロナの遥か前にですね、飯行った時に、ちょっと高めの焼肉屋さん行ったんですね。予約取らなきゃいけないようなところでですね。まあ混んでるんですよ、予約取らない。で、そこ行ってですね、焼肉食べたらですね、カウンター席なんですよ。一人だからカウンター席に取られて行ったらですね、隣にカップルがいてですね、このカップルの焼肉の食べ方がやたら気になるんですよ。まあ、もうね、今、本当に、美味しいご飯が食べたくてしょうがない、香りが戻ってきて、だからこんな話をしてるんですけど、焼肉の食べ方がですね、気になってしょうがなくてですね、そのカップルですね、男の方が女の子を誘ってきてるんでしょうね。さっきも言ったように予約取りにくい店で、ちょっと高い店なんですよ。男がですね、焼肉焼いて、女の子がですね、喋って、男の子と喋ってたりするんですけども、肉をですね、一皿、カルビだったらカルビ、ロースだったらロースで6枚あるんですけども、男が全部乗せるんですよね。もうそれだけでイラッとしてですね、焼肉で肉、二人で来たら、いっぺんに焼くのは二枚かせいぜい四枚じゃないですか。つまり、厚さが違う肉だから、焼き上がりに差が、時間差ができるから、いっぺんに四枚焼く。二人で二枚ずつ、まあ何か食べて、その時に分厚いやつ二枚ずつだったら、わかるんですけども、六枚焼くっていう神経がわかんなくてです。っていうのは、焼肉なんていうのは、加熱時間によって味がどんどん変わっていくもんだから、そんな、六枚いっぺんに焼いちゃったら、1枚目、2枚目はベストの状態で食べれるだろうけど、3枚目、4枚目、その次のターンになると、もうちょっと焼きすぎになっちゃうし、5枚目、6枚になってくると、もう焼きすぎというかですね、スカスカの肉になってしまう。別に焼き方とか、それは好きなように食べりゃいいという意見もあるとは分かってるんですよ。分かってるんですけど、だったら牛角いけよって話なんです。つまり、いや、まあ牛角をバカにしてるわけでも何でもないんですけども、高い、ちょっと予約の取りにくい店っていうのは、いい肉を出すわけですね。で、いい肉を出されても、焼肉屋っていうのはやっぱ何が悲しいかって、ベストの焼き加減というか焼き具合っていうのは自分でコントロールしなきゃいけないわけじゃないですか。だから焼肉屋っていうのは普通のレストランじゃなくて、ある種自分が完成度に責任を持つような場だと思うんですけども、そこで6枚いっぺんに焼く。で、またその女と男がめちゃ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 喋ってて、6枚焼いたやつをひっくり返しもせずにですね、ずっとこう喋ってんですよね。そんなに夢中になって喋れることがあるから、結構結構どうせ人のテーブルだからということもあるんでしょうけど、もう僕ダメなんですよ、こういうのが。すっごいダメで気になって、本当に説教しようかというか、お前ら喋りたいんだったら喋れと、俺が焼いてやるかなと思ったんですけどもですね、親父の証拠ですね。こういう考えることを考えるのって親父の証拠で、若い頃からこうだったんですよ。僕も20歳ぐらいで初めて自分のお金で、自分のお金って言っても20歳の頃だから、もう本当にバイト代なんとか絞って焼肉行ってた時から、他のテーブルの焼肉の食べ方っていうのがめちゃめちゃ気になってたんですけども、親父になると、もう40超えて、50超えて、60超えると、どんどん気になっちゃうんですよね。よく寿司屋で、なんか職人が、はいって親父が出してきたら、すぐ食べろって言うじゃないですか。ベストの食べ方って、はいどうぞって職人がカウンターで出してきたら、それを空中でキャッチして食べるぐらいがベストだっていう人もいるぐらい、寿司も出てきた瞬間の美味しさが100だとしたら、20秒後には99とか98になっちゃうし、30秒後ぐらいになってくると85ぐらいになっちゃうし、1分過ぎちゃうともう90切って、まあ80切ってというふうになるようなもんだと思うんですよね。いい寿司屋であればあるほど握りの加減っていうのがあるので、それを口の中に入れるとシャリ、お米がふわっとほぐれるんですけども、
どんなに安い店であっても職人が中で握ってもらうタイプの店である限り、その職人は自分の技術の限界というか、この店なあの一皿500円だからなとか400円だからななりの握り方してるんですよ。でその彼なりの握り方で入って出してるんだったらさっさと食え、1秒でも早く食えって思うんですけども、まあね、なんか寿司来てからいきなりタバコに火つけるやつとか、寿司来てからっていうか目の前にはい取るお待ちってこう出されてから携帯を出して覗くやつがいて、いやそれは寿司を口の中に入れてからでいいだろうと、もう本当に寿司って出た瞬間に上にタイマーの数字が出てくるようなもんだから、でそのカウントが進んじゃうとお前が頼んだ500円のトロは300円になっちゃうし200円になっちゃうんだから早く食えよと思って気になってしょうがないんですよね。だから僕はもう本当にコロナであんまりご飯が食べれなかった時からですね、こういう飯のことばっかり考えたんですけど、基本的に僕レストランに行って物が出てきたらその食材の上にタイマーの数字が見えるんですよ。冗談ではなく、ワンプレートで出てくるものあるじゃないですか。例えばオムライスみたいなのがあって、メインの料理があって、サラダがあって、ジャガイモ焼いたのがあってみたいなワンプレートがあったんですけど、コロナ前になんかそういうものを食べに行ったんですけど、それもですね、隣のテーブルで食べてる女の子見たら、サラダから食べ出すんですよ。違うだろうと。お前側の目の前のワンプレートの中にあるものは、例えばそのオムライスだったらオムライスはおそらく火加減があって、だん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 卵が硬くなっていく。これはタイマーが進んでどんどん美味しくなくなっていく。で、その横のチキンの香草焼きは、それは香草焼きだから揚げてないんだけど、香草焼きだからパリパリを楽しむので、でもワンプレートだから一つのお皿の上に全部乗ってるから、徐々に隣のものの水分が染みてきて、パリパリさが失われると。つまりこれって香草焼きを一番最初にまず一口でも食べないとその店が香草焼きを出してる意味がなくなると。なのにその女はサラダから食い上がるんですよ。何考えてんだと。サラダは最もカウンターのない料理というか、もちろんドレッシングの塩分で水分が出ていくというのはあるんでしょうけども、違うだろうと。なんかね、こう飯食いに行ってもね、なんでそこから箸つけるのみたいな順番がめちゃくちゃで、まあね、それね、食べたいものを好きなようにっていう人も多いんですよ。僕の考えは変なんです、分かってます、親父です、偏屈です、変態です、分かってます。ただそれ自分で注文したもんだから食べたいものを好きに食べればいいのよっていうのは、それはアンチ知性主義だと思うんですよね。つまりルールは守んなくてもいいんだけども、そういうルールというか決まり事というか法則みたいなものがあるのを知ってて無視するんだったらいいんですよ。ワンプレートの中でタイマーが作動していてどんどん味が落ちるものとあまり味が落ちないものとかあるけども、私は食べたいように食べたいからそういうのとは関係なく食べる、これだったらいいんですよ。ところがこういう話をすると、いやそんなこと考えないで食べたいものを食べれば、考えないでっていうのがアンチ知性主義だと思ってです、俺大嫌いなんですけどもですね、そんなことをですね出てる時に考えておりました。 EDGG さんですね、サイコパスの人生相談についてのコメントです。岡田先生が視聴者のバカみたいな恋愛相談をニヤニヤしながらサイコパス目線で聞くっていうのを今回、聞くっていうのを今回私は岡田先生の焼肉奉行話をニヤニヤしながら聞くという、それをサイコパス目線で話を聞くっていうのはこの方々と体験しました。ああ、なるほどね。前回の、そうですよね。月曜日のセカンドで話したやつですね。それで焼肉の話で、こういうふうに食わないとダメだろうっていうふうに言ってるのをですね、DDGG さんはですね、ニヤニヤしながら見たわけですね。確かにそれはちょっとサイコパスっぽいですよね。コメントで結構あったのが、ワンプレートで出てくるもので、まず野菜から食べるやつがいると、そうだ、じゃないだろうと。ハンバーグが湯気立ててんだから、まずあったかいハンバーグから食えよ。野菜なんて、そう、なんだろう、もう冷えてんだからっていうか、まあ常温なんだから言ってもいいだろうというふうなことを言ったんですけども、そしたら、いや、あれは健康のためですよとかですね。なんかこう、そういうふうな反応が多かったんですけど、僕は思うんですけども、健康のため野菜からって言うんだったらですね、じゃあ外食するなとかですね、そもそも焼肉屋に来るなとかですね、そのメニュー頼むなとか思うんですけど、どちらかというと、だから、健康になりたいんだったら家で健康飯食っていればいいし、外で食べるんだったらそれはたまのことなんだから、
まあ、あの毎日のランチとして食べる人もいるでしょうけど、だったら普通になんかもう好きなものを食えよっていうふうに思うんですけど、違うんでしょうかね。あ、でも同じようなのがですね、打録のブルースさん。太りにくいように野菜を先に食べるという行動がもはや儀式と化している人も一定数いると思います。ああ、なるほど。食前の祈りみたいなものです。食物繊維の恩恵があるとは到底思えない。葉っぱ数枚のミニサラダでもそれを先に食べることで太りゆく我が罪が少し許された気がするのです。まあつまり、自分はその後オムライスが気持ちよく食べれるという精神衛生上美味しくいただくためにですね、サラダを先に食う派です。焼肉は絶対に1枚ずつ焼きます。ああ、なるほどね。宗教的行為というか祈りだったんだね。そういうふうに言われるとめちゃくちゃ腑に落ちました。うーん、なるほどなるほど。そういうのをしないと美味しく食べれないっていう、そのなんか罪悪感っていうのは割と理解できるな。いやありがとうございます。はいはいはい。稲荷翔吾さん、日本食調理人です。ああ、本職の調理人の方だ。岡田さんのような世の中に居場所を与えられた変態夜中に居場所を与えられた変態、ああそうですね、が優秀なバランサーなのだと思いました。数の必要はありませんが多分遠回しに褒められてるんですね。つまりそのなんかこう、ああいうこだわり方っていうのは変態なんだけども、でもなんかそういうふうなもの人がいるからバランスが取れるっていうふうなことを言ってくれてるんだと思います。マンダモさん、食べ物の話痛いぐらいわかる。私は結構家で調理する方なのですが、例えばパスタを作った時、できる5分前から家族に声をかけてできた瞬間に食べてほしい。あ、やっぱそうなんですね。それなのに急にお客に電話しだしたり、トイレに行ったり、急に野菜を切り出されたりされて、まあ私は怒らないけども、本当は壁に皿を叩きつけたい気持ちがないわけではない。熱かったパスタがすっかりぬるくなり、皿の上で麺は柔らかくなってしまう。正直かなり悲しい。マンダモさんですね。そうなんですよ。作り手の気持ちとしてはこうですよね。僕はそれを、まあ、食べる人間として、何やってんだとかって思っちゃうんですけど、それはなんか食に対する人生の優先度の違いかもわからないですね。北野香織さん、新婚の頃全部出来立て熱々で出さなきゃと頑張った結果、大体若い頃の帰宅時間は不規則なものですから、8時目指して仕上げた酢豚を食べてもらえたのが夜10時。もうちょっと案が緩めがいいななどとのたまう夫にごめんねと言いかけて突然プッツンし、うるさいと。その後もながらとかされるとドッグフード持ったのかなんて思いましたが、何の何のこの頃は、最近はずっと冷ややっこですというですね。北野香織さんって俺たちの知り合いかな？だよね。なんか、なんか、あの、旦那様の仕事もしてますけど、まあ、仕方ないんじゃないでしょうか。はい、どうもありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。